総選挙が始まったその初日に立憲民主党代表の野田佳彦さんが東京八王子に行って演説しました八王子は東京24区、えー、自民党所属で今回非公認になりました萩生田光一さんと立憲民主党のお主客ですね有田義夫さんが真っ向対立して勝負をしているところです野田さんは 萩生田さんを貶めるためにそこに行って演説をした中で裏金議員裏金議員という言葉を何回も使いましたでも皆さん萩生田さんは裏金議員ではありません皆さん安倍晋三総理のことを覚えていらっしゃいますか安倍さんは7年8ヶ月ずっと総理大臣を務めて活躍しました 自分の派閥である政和会にはほとんど立ち寄っていません派閥の抜務には何も関係していなかったんです総理大臣を辞めてしばらくしてからやはり派閥に帰らなければならないということで政和会の会長に就任しましたこれが2021年11月でした翌年5月にはまあ、派閥の会長になったということのお披露目の まあ政治資金パーティーを開くことになりましたその準備のために長年全く派閥に関係なかった安倍さんが自分の派閥は一体どうなってるんだろうというので派閥の状況を聞くために幹部を集めましたでその席で分かったのが政治資金の不記載問題だったわけですね安倍さん本当にびっくりしましたそしてすぐに派閥の幹部に 言ったんです「これ改めなさい」と「政治資金規正法の違反だ」と「改めなければダメだめだ」と言ってすぐに幹部に言ってそして2回3回とこの幹部たちを集めました。でその中に入っていたのが松野博一さんとか西村康稔さん参議院で安倍派を仕切っていた世耕広重さんたちでした。 この人たちに口酸っぱく安倍さんは改めるように言ったんですけれどもその会合に萩生田さんは全く呼ばれていません萩生田さんも安倍さんと同じだったんですね長年安倍さんの下で文部科学大臣をやりそして経済産業大臣をやりそして党の政調会長を務めました安倍さんと同じ派閥の抜務には全く関係していなかったんです ですから安倍さんと同じように政治資金規正法違反のことも気がつかなかった安倍さんもこの萩生田さんは関係がないと思ったから先ほど申し上げたように派閥の幹部に直しなさいと言ったその会合には一回も呼んでないんですねこの意味で萩生田さんは裏金議員では断じてありませんそれなのに野田佳子さんはそして立憲民主党は 安倍派を裏金裏金萩生田さんの選挙区に行って裏金議員裏金議員と口汚く落としめましたでも考えてみたら立憲民主党の方が私は汚いお金にまめれているのではないかと思います立憲民主党そしてその代表の野田佳彦さんを支えているのは紛れもなく小沢一郎さんです小沢一郎さんには常に 不透明な巨額のお金がつきまといますまず小沢一郎さんってどんな政治家なのかその足跡をちょっと皆さん思い出しましょう <laughs> そもそも所属政党だけでも頻繁に変わっています彼は自民党から出発しました自民党を飛び出して新政党を作り新政党から新進党を作りそれを壊してまた自由党を作りました そして民主党に行きました。その後は国民の生活が第一という政党を作りました。その後は日本未来の党を作りました。そして生活の党を作り、その先に生活の党と山本太郎と仲間たちという政党を作りました。そしてまた自由党を作り、自由党を壊して国民民主党となり、 そして今立憲民主党になっています。もうこの激しい移り変わりを見るとですね。まあ外からはよく見えない。本当にドロドロした権力闘争をしてきたんだなということがわかります。そしてさっきも言いましたけれども。小沢さんにはおよそいつも巨額の不透明なお金がつきまとっています。例えばこれは秘書さんたちが。 起訴されて裁判になったケースです例えば2015年9月小沢さんは当時自由党の代表でしたその自分の政党だった自由党を回党して民主党と合体するんですね。でその回党する2日前に民主党の方からなぜか分かりませんけれども2億9,500万円の寄付を自由党がもらっているんです。 そして自由党は回答するその同じ日にですねこの小沢さんに関係する政治団体に自由党から13億万円を寄付の形でで移してるんです法律ではいかなる政党が解散する時ももし政党助成金に残金があればそれは 国にお返ししなきゃいけないそれは当たり前ですよねなぜって政党助成金というのは税金から払っていますから残金があったらこれお返しするのが当たり前ですでも小沢さんは国に返さずに自分の関係する政治団体にさっきも言った13億680万円を寄付という形で移したんですこれは当時 返還逃れだと散々言われました私もその通りだといいううふうに思いますそこで小沢さんはこの大金で一体何をしたのかと思いますよね。で2016年つまりこの大金が振り込まれた翌年ですけども2016年には小沢さんの資金管理団体陸山会というのがあるんですけどもこれが土地を買っています。 税金から出た政党助成金で土地を買ったという構図が見えてくるんですねどうして政党助成金で政治家が土地を買うのかそこに建物を建てるのかわけがわかりませんこのようなお金こそ本当の裏金だと言われても仕方がありませんもう一度強調したいと思います小沢さんと立憲民主党こそ 裏金ではないでしょうかもう一つ東京二十四区で萩生田さんとまあ、真っ向勝負をして主客としてそこで立候補した有田芳生さんのことを言いたいと思います芳生さんという名前は芳生スターリンから取った名前であることは皆さんよくご存知だと思いますその有田芳生さんがですね 2016年6月9日発売の「週刊文春」に横田茂さんと横田早紀江さんがモンゴルで、えー、めぐみちゃんのお嬢さんのうんぎょんちゃんとうんぎょんさんのお孫さんに会ったんですがその時の写真をですね有田芳生さんが 週刊文春6月9日発売のものに公開いたたししましたそれでこれは西岡さんが非常に詳しくって私西岡さんから詳しい事情を聞いたんですけども有田さんはネットでこの記事と写真を出しますという予告を出してそのネットでこのように書いています。 お二人はつまり横田さんご夫妻ですねお二人はこの時の写真を引き出しにしまって時々取り出しては楽しかった時間を思い出していたそうですでもあれから2年が過ぎて日朝交渉が再開する見通しがない現状を踏まえて拉致問題がどんな悲しみを生んだか改めて皆さんに関心を持っていただきたいんですと 当時の写真をを公開することを決めたのですこう書いています、まあ、これを読むとですねあたかも横田さんご夫妻が国民の皆さん方に拉致問題のことをもっと思い出してほしい日朝交渉がもう停滞してるから何とかしてほしいそして私たちは孫たちにも会いたいんだという気持ちを表明するために自分たちの持っている写真を有田さんに預けて。 それを週刊文春に公開してもらったかのように聞こえてしまいますでも佐計さんは有田さんの言ったことは真実ではないと言っています佐計さんたちは確かにモンゴルでウンギョンさんたちに会い写真を撮りましたでもウンギョンさんがこの写真は出さないでほしいと言ったので佐計さんたちは一切出していないんですねで有田さんが週刊文春に公開した写真は 横田さんたちが出した写真ではないんです横田さんたちが撮った写真とは多少違う写真なんですねじゃあどこからこの写真を手に入れたのかこれは北朝鮮当局から手に入れたとしか思われない西岡さんもそのように推測しています西岡さんはですね北朝鮮がある特定の意図を持ってこの写真を有田さんに渡してそれを 公開させたのではないかと推測しています北朝鮮の意図というのは何でしょうか。まあ、横田さんたちがお孫さんたちと会いたいという気持ちであるならば面会を求めているんならば合わせてやってもいいよとその機会を作りましょう。その代わり被害者つまり恵さんや有本恵子さんらも死んだことになっているんだから返さなくてもいい。返さずに 日本かからお金を取れれるかもしれないと北朝鮮当局とりわけ金正恩氏が考えるかもしれないこのような危険な可能性がこのような有田さんの写真の公開の報道の裏にはあるんですと西岡さんん言うんですねそしてもしそのようなことになったら本当に拉致問題は解決しない、えー、めぐみさんたちも決して取り戻すことができない。 佐紀江さんたちはそのことを一番心配しているんです本当に娘たちのことを兄弟たちのことを心配している拉致被害者の心を苗ろにするかのように北朝鮮寄りの姿勢を取る有田さん本当に許せないと思いますこのようなことをする有田芳生さんそれを応援する野田芳彦さんそして立憲民主党 もう裏には本当に小沢さんの汚いお金もちらついて見えます私はこのような人たちが萩生田さんに対して裏金議員と言って貶めて萩生田さんを落とそうとするのは間違いだと思います私はどうしても萩生田さんに勝ってほしい有田芳生さんなんかに負けることは絶対に民主主義の日本国として許されないというふうに思っています